グロース・ベーレンの戦いは1813年8月23日、ブランデンブルク州グロース・ベーレンで正規した戦いである。これは解放戦争の一戦であった。フランス軍の敗北は、ナポレオン軍のベルリンへの新たな進撃を妨げ、ブランデンブルク辺境白領における、フランスの支配に終止符を打った。プレースヴィッツ停戦協定の締結後、 ナポレオン・ボナパルトは著しく弱体化した軍を同盟国のザクセンに集結させた。そこで彼は次の目標を計画した。それは彼がプロイセンの抵抗の画像とみなしていたベルリンの再占領である。同時にニコラウティの減水指揮下のベルリン軍が W 減水に引き入られてハンブルクに牢上していた北ドイツの友軍と連絡を取ることになった。 ナポレオンの軍は、ルッカウで、プロイセンの国境を越えた。そして1813年8月21日には、ベルリンの南方 22km の位置に達する。同地には、敵軍が、総勢およそ10万名の兵力を持って、すでに配置についていた。ナポレオンの計画によればこれらは、ウリの元水が、南から、そしてダブー元水が、北から同時に攻撃することになっていたものの、 まだ停戦は有効であった。続く数日の間に、フランス軍は、ベルリンへ向けてさらに北へと進軍した。その結果、トレビーンは占領され、ブランケンフェルデとユーウンスドルフでは、小競り合いが発生する。結局、プロイセンのビューロー中将は、フランス軍がヌーテ川の停止地を北へと進み続ける間に、グロースベ連レンに布陣することを決意した。連合軍は、 プロイセン軍が左翼、ロシア軍が右翼、そしてスウェーデン軍が中央で配置に着いた。ブランケンフェルデでは戦闘が発生したが、フランス第7軍が未だに到着しないことを受け、アンリガティアン・ベルトラン師団将軍は14時頃に戦いを打ち切っている。16時頃、滝のような雨の中、フランス軍がグロースベーレン付近に現れた。これはジャンデニエ師団将軍率いる。 第7軍団に属していた。同軍はプロイセン軍にグロースベーレンが占領されているのを目の当たりにして砲撃を開始し、およそ1時間でプロイセン軍を村から追い払う。プロイセン軍は北に約4キロメートル離れたハイナースドルフに陣を敷いた一方、フランス軍はグロースベーレンに露営した。ビューロー中将はフランスの全軍と対峙しているとは考えなかったため、 北軍上級指揮官であるスウェーデン王大使ヨハンの意に反して攻撃を決意する。大砲64門の砲列が火を吹いたところ、フランス軍はザクセン軍のより強力な大砲44門を持って応射した。同時にプロイセン軍はグロースベ連ンの東方に位置するクラインベ連ンからも攻撃した。デニエシ団将軍はついにプロイセン軍の熱意を認識した。 彼は指揮下の左翼を第二集団のザクセン軍六個大隊で補強する。対するプロイセン軍は午後6時頃、合計3万5000名による重拳突撃を発令した。法律の背後で編成された初大隊は、定団単位で荒廃した村へと前進し、そこでフランス軍に退却を強いる。ザクセン軍の第二師団も劣勢となり交代した。同じ頃、昼の間に、 レニエの軍団のはるか後方に残されていたウディの元帥の部隊が近郊のアーレンスドルフに到着した。彼は即座に、騎兵2000名を支援のためグロースベーレニエを送り、野襲を開始させたが、彼らはプロイセン軍に撃退された。その夜にも、レニエ主団将軍とウディの元帥は、ビッテンベルクへの退却を決定する。ナポレオンの軍によるベルリンへの攻撃は頓んし、 プロイセンの首都は敵軍による征服を免れた。マクデブルクから進撃してきたジラール師団は1813年8月13日、ハーゲルベルク近郊で壊滅的な損害を被った。グロースベーレンの記念と1813年のグロースベーレンの戦いにおける戦死者を称えた記念碑。グロースベーレンの記念ピラミッドピラミッドの名番。 ビューロー中将の言葉が刻まれている。この戦いを記念して、ポツダムとブレーメンそして、ベルリンの二つの通りが、グロースベーレン通りの名を冠している。グロースベーレンに、かつて存在した、福音派の教会の墓地2817年、この戦いを記念して、カール・フリードリヒ・シンケルが設計した、中鉄製のオベリスクが、石の土台の上に建てられた。 その豊かな小戦闘の装飾は、クロイツベルクの国立解放戦争記念碑を想起させるものである。グロースベーレンでは1913年8月23日に除幕された塔がこの戦いを記念している。その碑文は次の通りである。ここで1813年8月23日、フランス軍がビューロー将軍率いるプロイセン軍に敗れた。この勝利は、 ベルリンを差し迫ったフランスによる占領から救った。戦場の後方では、毛長岩で作られた高さ10メートルのピラミッドへ据えられた銘板に、ビューロー中将の言葉、我らの骨はベルリンの前にさらされるべし、退くなかれ、や、境界線のべしを得た。なぜなら、ベストファーレン兵は、雨の後、銃が射撃不能になってから、 ハッケタウの掛け声と共に前進させられたためである。ノルト・ベスト・ファーレン州では、多くの通りや住宅地が、この不評連帯を記念して、ハッケトイヤーの名を冠している。R. ブレイナー、ゲシヒテデア・プラシスケン・ランドウェア、ヒストロシャ・ダーステロン・ウント・ベルチューン・グイラー・ボーガシクト、ウント・スプイトラン・オーガニゼーション、バンド1、ベルリン1863。 p212-220r ブレイナーゲシヒテデアプラシスケンランドウェアヒストロシャダーステロンウントベルチューンウィラーボーガシクトウントスプイトランオーガニゼーションバンド一ベルリン1863 p211-212 ルイーゼンシュタット教育委員会編カウパート出版社発行ストラスンアーマエンリグシュコンに収録されているゲネラールスツークの クロイツベルクのグロースベーレン通りとリヒターフェルデのグロースベーレン通りに関する記述。デトレフ・アルブレヒト、ヒストロシャ・クルツェガシシトン・アオス・ベスト・ファーレン、フォン・モルド、ヘクソン、フィム、フェダン・ウント・クレガン、メンデン2010、ISBN 978から3から00から029347から4、P216。ありがとうございます。